お疲れ様でーす。あーそうです。最近のガス給湯器業界ってぶっちゃけどうなのかな聞いてみたいんですよ。ぶっちゃけガス給湯器業界が。ガス給湯器業界の下落んじゃないですか。どっちかと言ったらエコ給湯だと思ってたんだけど。一人暮らしの時ガス給湯器普通に使ってたんですよ。うん、でお湯がすぐ出てくれるし、個人的にはエコ給湯ってやっぱ湯量がなくなる、うん、これがねすごい嫌で、うんうん、ガス給湯器って湯量とか気にしなくていいじゃないですか、うん、まだまだねガス給湯器って全然いけるんじゃないかなと思って、いや物自体はさやっぱ給湯器って言ったらやっぱガスだったし、うん、お湯を作るって言ったらねやっぱガスだよね、うん、それこそ多分カチャカチャってやつの瞬間湯沸かし器とかでしょ、そう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 、あれとかだってもちろんガスだしさ、あと外に壁にかかってて中で蛇口ひねったらお湯がすぐね、うん、ボーって外で落としてさお湯が出るっていうのがやっぱ給湯器だったし、うん、威力も高いしね、瞬間的に出るからしてすごい商品だよね、ものとしては。でもやっぱりそのガスってどうしてもやっぱり事件がさ、うん、切っては切り離せないでしょ、ね、安全性的なものでだからあんまりこう国が押さないよね。なるほど。大体的にやっぱ過去に死亡事件とかさ爆発した事件だってやっぱいろいろあってさ、メーカーさんもいろいろ叩かれたでしょ、資格持ってない人がやってたとかさ、資格の管理もちゃんとしてんのかとかそういうのを大きく大きく叩かれたからね、リコールの商品とかだって出たりしてさ、自主回収とかだってやってんのよく CM でも未だに見るでしょ。それぐらいちょっと危ないね、便利だけどやっぱり危ない商品なんで、そういったあたりでこう伸び悩んでるっていうか、俺は分かんないよ、数値までは俺も調べてないからさ、悩んでんのかどうか分かんないけど、なんかあんまり大々的にお話が広がってこないね。切り離せないもんなんだけどね、給湯器ってね、切っても切り離せないもんなんだけど、生活には絶対大事なもんだし、危険性があるから、まあ、エコ給湯の方に流れがいっちゃってる感じなんですか。まあ、安全性はもう間違いないよね、エコ給湯はね、湯切れを起こしても爆発しないからね、やっぱ国もやっぱりそういう方を大事にしちゃうでしょ、補助金とかいっぱいバカバカ出したりさ。給湯器とかも補助金って出てるんですよ、知らないところで。ハイブリッド給湯器増えてきてるかもね。何ですかそれ。そのガスと電気のハイブリッド、補助金とかバンバン出して環境に優しいからね。俺もあんまり聞いただけの話なんで、メーカーさんとかと話しててそんなに詳しくは分かんないですけど、省エネの達成基準みたいなのがどん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 厳しくなってて、今ほら普通の給湯器とあとエコジョーズって呼ばれる上手にお湯を作ってくれる機械があって、ガスの使用金額がもう3分の1ぐらいまで収まるぐらいすごい省エネな給湯器って今あるのね。本体がちょっと高いんだけど、でももうちょっとしたら将来的にはエコジョーズぐらいの基準のものじゃないともう売っちゃダメみたいな、もう今の基準ガスいっぱい使う基準のものでももう全然何この機械って言われるようなそういう水準までこう上げていかないといけないみたいで、結構バタバタして大変だっていう話は聞いたことあるけどね。ガスってどうなんだろうね、効率もっと良くしてけでもあんまりガスは使わないでくれとか燃料は使わないでくれみたいな感じでしょ、うん、あと安全なものでしょ。そうですね、求められるものがちょっと多すぎるよね。で前も違う動画で話したけど高齢化が進んでるでしょ、うん、つける人もさ、そうなってくるといいものって今後どうなの、生まれてくるの、生まれてったとしてつけれんのって俺は思うんですけどね。だから前の動画でも言ったけど、メーカーさんもねこうドーンと構えて大きくなってないで少しこう下からでさ、施工業者に対しても下からでこう来てもらって、ぜひぜひっていうこういい関係を築いてってもらえればいいのになっていうのは前回からもう年末から思ってたよ。ちなみにどこのメーカーなんですか。だってガスのメーカーってそんなにないでしょ。そうなんですか。 N とか R とか、はいはいはい、P とか、はあ、あともう一個 P とか、はあ、うん、そんぐらいしかないから。ガスの業界って本当にこう閉鎖的だから、うん、そうなんですか。まあお互い仲はあんま良くないわけさ、それはライバルだからね、あんま良くないのに、うん、なんだか見てみっとさ、全部のメーカーの工事やってる業者だっているし、あとなんかどっかのメーカーがそういうさ、なんだろう、死亡事故とか資格でこう大変だった事故起きた時に他のメーカーさんが助けたりとかさ、なんかそこの中ではちょろちょろやってんだよね。仲悪いくせにガスの業界の中ではお互い助け合ってなんか結構やってるみたいで、でも普段はすごい仲悪いみたいな、なるほどね、うん、ちょっとよくわかんないですね。逆にもう
そこまでこっちも分かんないと、うん、新しいところもこれ入れる気もあんまないし、なんか別にいいかなって勝手にやってもらってっていう感じ。お客さんが希望すればもちろんガス供給も仕入れるし、つけるし、売るんだけど、アメリカさんこれこんぐらい売りますんで今月とか頑張りますとかいう気はちょっともうなんかないかなっていう。その4社の中で一番好きな会社と一番そうでもないところを2つ、1つずつ挙げるとしたら、一番好きなところはナイス。ない。うん。で、一番嫌いな会社はナイス。ない。うん、マジで全然なんかない、そういうの。そういうのない。うん、好きでも嫌いでもない。 R 社いいですよってお客さんに案内とかも別にしない。ぶっちゃけどこのメーカーさんが一番いいのって聞かれるでしょ。エアコンとかエコキュートだったら俺自信持ってここがいいっすよとか、まあ、それこそ前回の動画で言って忖度ね、はいはい、みたいなの自分の中でもこう評価あるから、メーカーのそういうのを考えながらこう案内したりするけど、ガスはないね、一切。一切ない。別にお客さんが希望したものでいいと思う。自信持って紹介できるのって、うん、アフターサービスとかそういうのも俺しっかりしてたり、うん、物的に弱点が少ないものが好きとかってよく言うでしょ。もう全然ないもんだって、そういう違いが。なんかアフターサービスは特にいいと思ったことがないから。じゃあもうガス給湯器の場合は各自お客様で選んでいただいた方が、自分で選べないときはニーズを言ってもらえれば一応案内はニーズ合わせてしますけど、値段ぐらいでしかもう差は出ないんじゃないか。なるほどね。昔はよくほら比べてなんか出してたじゃん、マイクロバブルがどうで、動画も撮ってるんだけど、機能的な説明とか違いだったら言えるよ、別に案内できるけど、最後のアフターまでとか、うん、そういうの考えた時に本当のおすすめ、このメーカーっていいんだよっていうのを教えていただくって言われた時に、うん、ないっすね別にっていう感じにちょっとなっちゃう、ね、だって売り込みに来ないメーカーさんが、うちこういうのがいいから、うん、ぜひこういう感じで売ってくださいよみたいな言われれば、あ、俺もこういうの知る機会なかったんで、うん、ぜひお客さんにそれ案内して売ってみますってなるじゃん。この動画を見ていただいた方がもしいたらね、売り込んで来てもらえばいいですね。そうですね、ぜひ売り込んでもらったら、俺結構言葉うまく、もう全然お客様にご説明して売ることとかできると思うんで、ぜひね、興味がある方は概要欄まで話聞く機会もないもんね。そうですね、1年に1回そういう商品の案内とかさ、うん、そういうのこっち紙とかで来るぐらいでさ、それ見てこうこうでこういう風に変わりました去年とって言われても、はあ、みたいな。電気とかね、そうエコキュートとかエアコンみたいにガンガンこう、こういう感じで新商品出ましたとか、取り付け方がこうなったんですとか、この部分がこう変わったんですっていう説明とか一切されたことないから、俺なんで自分で調べなきゃいけないのっていう感じじゃん。別に興味あるものでもないし、うん、なんでいいです俺は。だからさっき言ったガス給湯器といえばデラ君じゃないですかっていうのをやめてもらえればそうです、ね、いいです俺は。あれはもうなかったことにして、なしでいいっす、はい、エコ給湯でいいっす俺。そうですね、うん、なるほど。ぜひよろしくお願いします。はい、はい、ということでデラ君でした。バイバイ。Getting drained, they settle for second best, scared to risk what the future might bring. What the future might bring. I hold my breath, waiting for someone to knock at my door.Above the